Ta-da! Good evening, everyone! The September version of My Little Box has arrived. Actually, it had arrived much earlier, like about 2 weeks ago. But I wanted to shoot this video, so I was waiting for this opportunity to come home a little bit earlier than usual. It's already 11:05, but compared to usual, it's still early for me because usually I come home, you know, after midnight or even 1 or 1:30. So, yeah. So let's open it up. Actually, this color looks like Christmas, but this is the September version. Fresh delivery. Peel the sticker and open the wrapping. Wow. Oh, we've got this. It's not a postcard, but how should I call this? ここに集めて、あ、横だったらいいですね。前回のと合わせて、あ、そうね、そうですね。縦にしちゃった。これわざわざね、なんかどこだっけ、北欧の方から取り寄せたポスターなんですけどね。これいいですよね。飾りたい。どうしよう。こういくね。これだけでも、あ、こういく。なんか歪んでる。一回落ちるとめんどくさいんですよね。あ、大丈夫か。はい。ここに縦に3つとかまた貼りたいですね。はい。ちょっと片手でやるの大変なんですけど。じゃじゃーん。This is the brochure with all the information about this month's items. And a little card. Discover more surprises. Santé. Ah, kanpai. フランス語で乾杯って意味ですね。Santé. Health みたいな意味ですね。乾杯。Votre santé って言いますね。あなたの健康に乾杯みたいなことですね。はい、私たちは何をお祝いしているかというと、マイリトルボックスが日本に上陸してからなんと10周年であること。いや、そうだと思いますよ。10年前ほらこのサービス初めて知ったって言ったじゃないですか。こんなに流行ると思ってなかったんですよね、本当にね。ぜひこの瞬間を皆様とお祝いさせていただきたく、10周年を記念したアニバーサリーボックスを発表することにしました。実は今回の企画はマイリトルボックス、ちょっとマイリトルコミュニティの皆様への事前ヒアリングをもとに完成させることができました。いつもたくさんの応援メッセージやご意見ご感想をいただき、本当にありがとうございます。皆様の SNS 投稿などもいつも楽しく拝見させていただいており、ボックス開発の励みになっています。今後もフランスのマイリトルボックスと一緒に様々な企画にチャレンジしてまいりますので、乞うご期待ください。10th year magical moment. You are invited to 10th year magical moment. 定期購入の会員様には日頃の感謝の気持ちを込めてアニバーサリーボックス購入時の特典をご用意いたしました。じゃじゃーん。先行予約販売のお約束と通常価格より1000円オフ。お予約開始は9月25日月曜日配信予定のニュースレターでのご案内となります。先着数量限定のご用意となりますので、気になる方はニュースレターをお見逃しなく。会員特別先行価格8500円。9月25日から9月30日予定で、お届け時期が10月の下旬。一般販売は9500円。オーマイグッネス。メイクボックスというのですか。バッキンタウン。そうか、バカンスが終わり、こんがり焼けた肌でいつもの街へ。そうですよね。まあ、back to school とか back to work っていう言い方をしますけど、お休みが終わって、あ、back to work 書いてあった。はい。お仕事が始まるということで、まあ、おしゃれしてテンション上げてまた頑張りましょうってな感じですかね。はい。stay chic。はい。そうそうそう。今回のお目当てはこれだったんですよね。It's a little pochette. ここに、
こうやってスマホとか貴重品を入れられるっていうね、ここにビザカード直接入れるのはどうかと思いますけど。iPhone は、Is it the same version as the one I have? あ、ちょっと違うけど。うん。多分サイズ的には、入ると思いますね。なんか、教室で移動したりするときに、まあ、教科書を何冊か重ねて、ノート持って、で、その上にスマホとか置いちゃうと滑り落ちたりとか、かといってポケットがあるようなお洋服でもなかったりすると、スマホの扱いに結構困ることがあって、うん、かといってなんかバッグ持ち歩くのも重いしっていうね。あ、教室からその会議室に移動するとか、ロビーに生徒さんをお迎えに上がるとか、そういうときに、ちょっとこういうポシェットがあったらいいなって思うことが結構あって、るんですよね。で、私もね、商品で実はお店をやっていた時に扱っていたものがあるんです。お財布とスマホケースが一緒になったのとか。でもちょっと なんていうのかな、もう少し若い子向けだったり、あとお財布がついてるからボリュームがあったりして、このくらいの薄いのがあったらいいなと思ってたので、うん、もうなんかこれだけでも今回元を取れたかなっていうくらい、お目当てだった商品になります。あ、見て見て、ほら、フランス人は傘を使わない。私やっぱりフランス仕込みなんですかね。全然天気予報も見ないし、 I never watch almost never watch the weather forecast. Of course sometimes people tell me, like my family or my friends tell me, ゆこ兄さん it's gonna rain today, so you may as well take an umbrella with you, but自分だったら見ないんですよね。まあ、降ったら降ったでいいかなっていう感じで、ここに書いてありますね。さすがに現金は持ちますけど、うん、濡れた傘を持ち運ぶ方が面倒。あ、はい。そうです。その通りです。うん。はい。おぉ、フレンチスタイルだったんですね。私の傘を持たない主義はね。はい。そして、The second item is Shu Uemura's アウテム8メイク落としでしたっけ。ですね、1回だけ使ったことある、クレンジングオイル。今はビオレを使ってますが、昔サンプルでいただいただけか、買ってはいないかな。うん、使ったことがあります。アウテム8。アウテムっていうのはね、アウティメットとかもう最上級とかそういう意味ですからね。 It must be really good。 独自の先端テクノロジーだって。おお、早速試してみたいですね。はい、どのくらいの大きさのものが入ってるかちょっと後で見てみましょう。これは、ブースター、下地ですね。どれが入ってるのかな、どれだろう。 There seem to be four colors。 スミレモーブ、モーブ、紫っぽい感じの、トーンアップとかこうくすみ、木くすみを解消するようなものと、桜ピンク、ピンクは血色感ですね。ならアンズベージュ、アンズってあのアンズ、ベージュ、うん。それからカラーレス、あ、これはもうクリアな色。私はパープルとかピンクの下地が好きですね。うん、あとはレッドリップ、秋らしいレッドのリップがどれか一つでしょうね。はい、色味はランダムでお届けしていますだって。うーん、こんなに綺麗だったら何でも似合うでしょうね。お、なんだこれは、これは、あ、パリのレストランとかカフェを紹介しますだって。まあ、これ届くの楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれないから、あんまり見せない方がいいのかな。はい、 Who's some new all about my little box。 あ、マイリトルボックスの会社の紹介ですね。あ、これ何？あ、ここの QR コードを読み取ると、プレイリスト、プレフェレーデパリジエンヌ、パリジェンヌが好きな音楽がここで、QR コードを読み取ると聞けますよっていう。いいですね。なんかこういうこうなんかグッズと音楽みたいのが一緒になってるボックスね。いや、この間生徒さんとも話してたんですけど、私発音の練習用のマイリトルボックスを作りたくて、このくらいのサイズの箱で開けると自分の発音が聞ける、まあ、動画でも紹介したことありますけど、 Hear Myself Sound Phone とか Tuba Who とかいろいろメーカーはあるんですけど、自分の声が聞きやすくなるようなこう電話の形のおもちゃ
とかアイマスク、リラックスしてシャドーイングできるようなものとか、口の形を見る鏡とか、あとなんだろう、あ、プラネタリウムっぽいなんか、まあアイマスクしない時用ですけど、電気消してね、天井にこう貼ったら光るようなステッカーとかありますよね。ああいうのとか、なんか小川のせせらぎとか、なんか鳥の鳴き声とか聞こえる CD をセットにしたりとか、とにかく発音を練習するにあたってのなんかこうお役立ちアイテムっていうか、まあまあ主にやっぱりリラックスできるようなアロマだったりとか、アロマオイルだったり、そういうのを入れたボックスねを作りたいなって実は思ってて、発音の練習さてするぞってなったらそのボックスがね届くっていう、そういうのをやりたいななんていう夢もあるんですけど、結構なんかこれはそのイメージに近いな。はい、で早速、お、なんかバッグに入ってます。あ、これが私のお目当てのじゃじゃーん、わー、高級感ありますね。This part is green and this part is beige。 で今スマホで撮ってるから入れられないんだけど、サイズどう？あ、入る入る、入ります。でここにオフィスの入館カードとか入れたらピッてやって入れるし、いいかもね。ほら、かわいい。はい、つぶさげとこ。続きに移ります。はい、まずクレンジングオイルがこちらと、下地は、あ、ブロックブースター、これはスミレモーブ、私が一番欲しいって言っていた、よいしょ、パープルの下地ですね。じゃん、見えます？おう、あら、焦点合ってないぞ。はい、こんな感じ。一番狙いだったので嬉しいです。やっぱりパープルは透明感も出るし、なんか上品なイメージになるのでいいですよね。と、よいしょ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 、あら、ちょっとずれてた。えい、はい、そしてリップですね。よいしょ。あ、なんかとても高級感がございますよ。あ、なんだ、なんかレッドっていうよりはオレンジっぽいですね。はい、塗ってみました。っていうか動画が止まってたから塗ってるところはお見せできなかったんですけど、塗ってみました。どうだ、ちょっと暗い、暗いか、こんな、あらこんな感じですね。あ、綺麗じゃないですか。ちょっと電気つけてみたいだあ、こんな感じです。かなりはっきりしてる、私にしては。でもやっぱり秋らしくて綺麗だし、濃い色を塗ると肌が白く見えますね。前にも適当に塗りすぎてちょっと変だったあ、今度大きくなった、口が大きくなった。あんまり端っこまで塗ったら口が大きく見えた。あ、あ、いいんじゃないですか。自分だったら絶対選ばない色ですね。なんか先月も言った気がするけど、Yeah, I wouldn't choose this color even if I were given the chance to buy a new lipstick. 自分では絶対選ばない色です。お、こんな色味。色の名前は598、オレンジか。やっぱり OR598 って書いてあるから、うそ。お、触ってしまった。はい、こんな色ですね。正解ですね。今月も良かったです。買ってこれだけでだって3000円ぐらいするでしょ。全部入って3500円なのでね、もちろん気に入らないものが入ってるかもっていうリスクはあると思うんですけど、少なくとも7月8月のスペシャルボックスと、9月のこのボックスは私は大満足です。良かったです。はい、スマホなどを入れるポーチと、メイク落とし、メイク落としとパープルのシューベムラの、下地と今のこのリップルージュ
アンリミテッドアンプリファイド。なんかね、エッセンシャルオイルのいい香りがするんですよ、うん、ということで今月のマイリトルボックスいかがでしたでしょうか。気になる方はぜひぜひ購入してみてください。はい、提供番組とかではないです。勝手にやってる番組ですが、見ていただけたら嬉しいです。はい、 So thank you for watching, and if you're interested, please subscribe to my little box. Okay, see you next time. Bye bye.